こんにちはススタイリストの大山俊です今回の動画なんですが皆さんこの背景といったらもうお馴染みかなと思います僕が今日着てるのはユナイテッドアローズグリーンレーベルリアクシングさんのプレスルームの方にお邪魔をしています、まあ、今回のテーマなんですが、まあ、そろそろですねこうカジュアルな着こなしだけではなくて、まあ、ビジネスでどんなものを着るのか知りたい方も多い頃かなと思ったのでビジネスカジュアルからたまにはタイドアップネクタイ締めたスタイルまでしっかり皆さんにお伝えして したいなということで、こちらから動画をお届けできればなと思っています。なかなかですね。ビジネスカジュアルの服を僕自身が私物でたくさん持っているわけではないので、今回はグリーンレベルさんにですね。商品をお借りしまして、それらを着ながらですね。皆さんにビジカジスタイルからスーツスタイルまでしっかりめにお伝えできればなと思っていますので、よかったら今後のお買い物です。とか着こなしの参考にしていただければなと思っています。こういったビジカジ系をグリーンレベルさんでやるのは久々かなとは思うんですね。もう事前にですね。サイトの方で商品。を 僕の方でチェックしながらこののりがいいいかなっていうものをですねこちらにちょっとずらりと並べてあるわけなんですがまあやっぱり定番的なこうビジネスカジュアルというとネイビーベースのものが多いかなと思うんですね例えばこういったネイビーのジャケットこの辺りなんかは皆さんもすでにお持ちかなと思うので今回はそういったものも入れていくんですがいつもとは違ったご提案をしたいなと思っているので例えばですねネイビーの次何買おうかなと思った時に個人的にやっぱり押しているのはネイビーと同じ ぐらいベーーーシッククなな色の範疇になる、まあ、ダークグレーですねこの辺りのジャケットもしくはまあこういったセットアップでね持っておくと便利かなと思うのでこの辺りもねすごくあるといいんじゃないのかなと思いますあとは、まあ、グレーも持ってるとでもうちょっと黒と見えするというかワンランク上の着こなしをしたいっていう場合に個人的に結構押してるのがオリーブですねオリーブとかブラウンこの辺りのアースカラーをうまく使えるようになってくると人との違いが出しやすいかなと思うんですねそういった た意味でではオリーブのセッットアップですねこの辺りもですね、ちょっと今日は使ってみたいなと思うんですね。単体で見ると、まあ、おしゃれではあるんだけど、どう着こなせばいいのかわからないって方も多いかなと思うので、この辺りも今回は使っていきたいなと思います。あとはですね、まあ、こういったビジネスカジュアルの着こなしに一番こう困るのは内側ですよね。まあ、選択肢に入ってくるのが、まあ、T シャツですよね。まあ、例えば今回用意してるのが、こういった T シャツですね。まあ、どういった T シャツが このジャケットの内側にはハマりがいいのかこの辺りもですねちゃんとお伝えできればなと思うので用意をしていますあとはそれだけではなくてシャツですよねシャツもちょっとどういったものを選べばいいのかわからないって方もいらっしゃると思うのでこういったセットアップに合うようなシャツも用意していますいろいろとパーツが用意されていますのであとはこれらをですね使いながら具体的に皆さんに3つほどコーディネートをご紹介できればなと思いますよかったら最後までお付き合いいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく わかりやすく解説してますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで実際に着てみましたがいかがでしょうか僕もセットアップはいろいろと持っているんですがやっぱり意外とネイビーとかグレー系が多くなってしまってですねそれ以外のものってあんまり持ってないんですねなのでちょっと新鮮な感じがしますオリーブのセットアップということでこれはジャストフィットというシリーズのものなんですが上下セットで1万8000円弱で買うことができるのでこれはねコスパも良くてなかなか使いやすいかなという印象ですね僕もやっぱりネイビーグレーが あって次何か選ぶときに1.8万円ぐらいでこれぐらいのねセットアップは買えるとしたら冒険しやすいなと思ってなかなかいいなと思いました。まあ、オリーブの中でもですね割とこう濃いめの色なのでカジュアルに見えすぎることもなくて大人の男性だったらこれ着やすいんじゃないのかなと思います。結構ですね着た感じとしてはストレッチも効いていて結構着やすいんですね。なのでお仕事でも着れると思いますしカジュアルでなんか T シャツぐらいで楽しんでいただくのも結構いいんじゃないのかなと思います。で今僕が着て サイズは S S になりますす身長164センチ53キロで、S、ですね僕は普段 M を着ることが多いんですがやっぱりこのようなビジネスカジュアルで使うものに関してはジャストサイズで S とかでもいいんじゃないのかなと思うので、まあ、その辺りはサイズ感一つの参考にしていただければなと思いますでこちら帽子は機能もついているのでシワになりづらいっていうところも結構嬉しいですよねガンガン使っていただいても気軽にご自宅で手洗いしていただくこともできるのでそういったところも含めて使い勝手のいい1着になってるかなと思います そして内側に合わせるものとしてですね、今回黒ティですね、これを入れています。まあ、このようなオリーブのセットアップに対して、やっぱり鉄板で合いやすいのが白 T か、特に秋冬に関してはブラックで引き締めてあげるのもいいかなと思うので、今回は黒 T を着ました。で、T シャツはですね、ジャケインティーというものなので、これはですね、セットアップだとか、ジャケットのインナーに適したものなので、こういったものを使っていただくのが一番安心感があるかなと思うんですね。まあ、どういったところがですね、ジャケットに合いやすいのかというところなんですが、 まず襟元ですねこのフィット感ここがグッと開きすぎてしまうとちょっとこうだらしなく見えてしまったりだとかビジネスシーンでは使いづらいなっていうところがあったりするのでこの襟元のフィット感なんかはすごくいいなと思います着丈も結構大事で最近のものってこうルーズなものだと結構長くなってしまうのでジャケットのですね着丈よりも長いとちょっと収まりが良くないのでこの辺りの着丈のバランスもちょうどいいですねあとはちょっとわかりづらいですが後ろからちょっと見ていただきたいんですが襟の部分だけちょっと高くなってるんですねいわゆ 結構ジャケットの襟が汚れにくいようにですね。こういった高めの襟の仕様になっているので、こういったところも含めてジャケットの内側には適した t シャツかなと思うので、このあたりを買っていただけば、まず間違いがないかなと思います。まあ、こんな形でですね。ジャケットの内側をコーディネートしていただいて、あとは足元ですね。まあ、普通のですね。ストレートチップとかそういったシューズではなくて、ローファーを合わせています。レザーシューズの中でもカジュアルめのものの方がよりこうしっくりとはまりやすいかなと思うので、まあ、是非こういったもので合わせていただくのがいいかなと思います。あとは。 もうちょっとおしゃれ感を出したかったらこのようなビットローパーと呼ばれるものですねこういったものを履いていただくとよりこうトレンド感もあってなおかつこなれた感じも出やすいかなと思うので、まあ、せっかくなのでこちらも履いてみたいと思います 実際に履いてみるとこんな感じですねまた足元変わるだけでもだいぶ印象が変わってくるかなと思いますスムースレザーに比べるとまた光沢感っていうところを抑えられるのでちょっとマットな雰囲気にもなりますしあとはこの金具使いですよねこのあたりもですね一つのアクセントになってくるのでよりおしゃれ感が強いシューズかなと思いますこのような形でお仕事ではちょっと難しいという方もいらっしゃるかもしれませんがオフであればこういった形の着こなしもいいんじゃないのかなと思いますシューズ単品でこうデニムとかで合わせていただいてもいいかなと思うのでまあ、一つの参考に にしていただければなと思っていますということで1つ目の着こなしなんですがなかなかこう意外性があるかなと思うんですがオリーブのセットアップの着こなしでした是非皆さんもお試しいただければなと思っています はい続いて2つ目の着こなしなんですが今度はセットアップの色を変えました先ほどはオリーブで結構攻めた色合いではあったんですがよりこうベーシックに大人っぽいですねダークグレーの色味のセットアップを着ていますこちらも先ほどと同じくジャストフィットのシリーズになってるんですがグレーの中でも深みがあるのでやぼったく見えることがなくてですねこれは使い勝手がすごく良さそうですねシーズンも問わないのでまあ夏は着ないとしても春そして秋冬は使うことができるので1セットあるとすごく便利かなと思います ます先ほどと同じようにサイズは S を着ていますがなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思いますそしてその内側なんですが先ほどは T シャツを着ていましたが今度はバンドカラーのシャツを内側に入れていますこれだけでもだいぶ見え方が変わってくるかなと思うんですね、まあ、このようなセットアップややカジュアルめのものの内側に着るシャツなんですがレギュラーカラーとかボタンダウンだとかそのあたりもいいんですけれどもこういったバンドカラーにすることでスッキリとした見た目になりますしちょっとカジュアル感も出るので個人的にはこういった着こなしが好きなん ですねでこちらのシャツ自体もですねサイズ感コンパクトに仕上がってまして1枚で着てもですねもちろん様になるんですがジャケットの内側に入れた時にも着丈も長すぎないバランスになってましてジャケットの内側にちゃんと収まるようなバランスになっていますあと身幅とかもですねゆとりとかも結構ありすぎちゃうと重ね着しづらいんですがこれはもうセットアップの内側に適したようなサイズ感なのですごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますで色はコバルトということでブルー系ではあるんですがストライプが入っていて 縦長感もででですすすね活かせるので程よいいいいバランスですごく使いやすいなと思いましたこのような形で T シャツを入れていただく、もしくはですね、丸首のニットみたいな選択肢も T シャツの次には出てくるかなと思うんですが、それ以外にもこういったバンドカラーシャツというのもすごく使いやすいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいんですね。内側のバリエーションがいくつかあるだけでもうだいぶ見え方が変えられるかなと思います。足元に関しては先ほどと同じコインローファーを合わせています。まあ、これで白系のレザースニーカーとか、そのあたりで合わせ いただいてもバランスがいいかなと思いますあとバッグですよねこういった着こなしの時に何持つかっていう感じなんですがまあ、一つ選択肢として例えばカジュアルなこういったバッグですよねブリーフィングに別注をかけたバッグになりますちょっとカジュアルめのコーディラナイロンを使ったバッグになってましてサイズ感がちょうどいいんですよねあまりにも大きいものだとまあそんなに荷物量ない方にはトゥーマッチだしこれぐらいだとしっかりとね荷物も入りますし大きすぎないのでバランスがいいんですねまあ開けるとですね中にはたくさんのポケット とがあって収納量もしっかりと確保されています pc スリーブもあるので僕も今14インチの pc 使ってますがしっかりと入れることができるのでこのあたりもすごく便利ですねまあこのようなややカジュアルめのバッグで合わせていただくというのがまずバランスがいいかなと思いますしもうちょっと小綺麗にしたい場合はレザートートみたいなものでもいいかなと思いますまあ、こんな感じですねこれまたもう定番的に使いやすいようなトートバッグなので、まあ、バッグに関してはちょっと綺麗めかカジュアルかで分けていただくとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思いますそして。 このスタイリングに対してもうちょっと気温が下がってきたらコートなんかを羽織ってみるのもいいかなと思うのでここでですね一着ご紹介したいのがこちらですねもうシンプルなステンカラーコートですねセントデイルールを使ったステンカラーコートで去年もですねこのモデルは皆さんにご紹介してるんですが今年バージョンが出てこれはオフでもオンでも着れるような一着になっているのでこの上に羽織ってみたいと思います はいといいととううこででコードの方も着てみままししたがいかがでしょうかかょ、まあ、やっぱりこれは使い勝手がいいですね割とこうカジュアルシーンで使うことを想定して皆さんにはご紹介していましたがビジネスカジュアルにも間違いなくハマりがいいですね丈感も長さがしっかりとあってジャケットも隠れますしこれいっちゃればオンの機械でも使えますしもちろんオフにですねちょっとカジュアルな着こなしの中に取り入れていただくのもいいんじゃないのかなと思います僕が今着てるのはグレー系なんですが、まあ、よく見ていただくとヘリンボンの柄が入って ですねこの辺りも上品な雰囲気でなかなかいいなと思います、まあ、セントデイルールというものを使っていましてこの辺りの素材ですね膨らみ感があってソフトなタッチもすごく気持ちがいいですし、まあ、高級感もあってすごくいいですよね、まあ、このような形でビジネスシーンで使っていただいてもいいですしあとは襟立てもできるんですよね襟立ててここにですねチンストラップストラップをつけられるような仕様にもなっているのでそういった着こなしをしていただくとかなりカジュアルシーンなんかでは活躍してくれるかなと思いますねこれは色合いも含めてすごく バランスがいいかなと思うので試してみていただければなと思っています。 はい、ということでラストはですね、珍しくスーツスタイルを皆さんにご紹介したいなと思います。僕もですね、スーツ着る機会ってそんなに年間でたくさんあるわけではないんですが、とはいっても着なくちゃいけない場面って必ず毎年あるんですね。なのでこういったスーツはちゃんとしたものを持っておきたいなと思うんですが、今着てるのはグリーンレビューさんの中でも最も売れている A プラスというシリーズのですね、スーツになるんですが、機能性が非常に充実していまして、ストレッチ効いていて、帽子は加工もちゃんとついていて、自宅の洗濯機 でも洗えるというところで結構便利ですよねシーズン的にも秋冬春ぐらいまで使えるので一着持っておくとすごく便利なシリーズになっているかなと思いますサイズ感もですね今 S を着ているんですがこれぐらいでちょうどバランスがいいかなと思いますし久々にスーツを着るのであれば機能がしっかりとしているものの方がやっぱり使いやすいかなと思うんですねで色はですね今回はロイヤルというものを選びましたネイビーよりも少しだけ明るさがあるんですねなのでスーツを着ているんですがあまりこう堅苦しい感じ 感じになりすぎないのが個人的にはすごくいいなと思ってこちらの色を選ばせていただきましたその内側にはワイドカラーのですねちょっと短めのカラーのですねシャツを着ていますが細かめのストライプが入っていますのでこのあたりもちょっとしたアクセントになってくるかなと思います、まあ、このシャツであればもちろんこう第一ボタン開けて脳体のスタイルにもハマりますしタイドアップしてもバランスがいいかなと思うので結構使いやすい印象かなと思いますスーツ自体が無地なのでちょっと柄をですねシャツで入れてあげるという形で今回はコーディネートを組んでみました そして、久々にネクタイ締めましたが、やっぱりですね、こういったスーツのスタイルには、ネクタイある方が僕は好きなんですね。で、ネクタイの素材感なんですが、いわゆるこう、光沢感があるものとは違って、肝感があるので、よりこう、秋冬っぽさが出てですね、こういった雰囲気にも合いやすいかなと思うんですね。柄もチェックが入っているので、このあたりもちょっとしたアクセントになって、バランスがいいなと思いますね。色は、パープルなんですが、光沢感のある素材だと、結構パープルがギラつくんですが、肝感のある素材なので、落ち着いた雰囲気に にも見えるのでなかなかバランスがいいなということで今回合わせてみましたこのようなちょっと肝素材だと割とこうディンプルといってこのくぼみですねここもつけやすくてなかなかこう立体感も出しやすいので個人的には気に入っています足元はもう今ストレートチップのね本当にこうプレーンなシューズを履いていますが最近だと結構もうローファーで合わせちゃう方もいらっしゃるかなと思うんですね、まあ、特に今回のスタイルは少しだけカジュアル見えするような色のスーツですしあとはこういった肝素材のネクタイしてるので足元ローファーぐらいでも全然問題ないかなと思います まあ、ぜひそのののたりはお手持ちのもでので楽しんでいいだければなと思います僕も久々にスーツ着ていましたが以前着ていたものに比べるとはるかに着心地もいいですねこれだったらたまにはネクタイ締めてお仕事に行くっていうのもいいかなと思うのでぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています はい、ということで、いかがでしたでしょうか今回はですね、グリーンレーベルさんのプレスルームから、久々にですね、ビジネスウェアのですね、コーディネートを皆さんに3つご紹介させていただきました。僕もですね、ご覧の通り、割とこう、普段は、ゆったりめのサイズ感の服を着ることが多いので、その中で久々にですね、ビジネスカジュアル、ジャストサイズで着ると、また見え方も変わりますし、気が引き締まるなという感覚でですね、いろいろと着させていただきました。ま、ぜひ皆さんもですね、今回ご紹介したような、まあ、オリーブのセットアップみたいなものも、一つ着れ ようになると着こなしの幅が広がると思いますし、あとは内側に入れるものですね、ブラックの T シャツだとか、あとはこうバンドカラーシャツでもだいぶ雰囲気も変わると思います。あとは最後に来たスーツですね。まあ、スーツというとちょっと着づらいイメージもありますが、ストレッチが効いてたりだとか、シワになりづらかったりだとか、あとちょっと言い忘れてましたが、素材もこうウールがしっかりと入っているので、すごく上品な見え方してくれるので、まあ、そのあたりも一着用意しておくと、たまにはこうネクタイ締めるだけでもだいぶこう印象も変わりますし、まあ、ファッション感覚でこうネクタイを楽しむというのも 今だからこそすごく価値があるかなと思うので、そういったところも含めて楽しんでいただくのもいいんじゃないのかなと思います。まあ、今回は久々にこういったビジネスカジュアルテーマでしたが、定期的にですね、こういった撮影も行っていきたいなと思っていますので、皆さんもぜひ楽しみにしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。